安倍首相が何だかわけのわかんないことを、日清日露戦争で民族の意識が高まったなんて嘘800、平気でああいうことを言ったりするとね、ああ困ったな、日清日露戦争ってのはどんな戦争だったかっていうことをやっぱり知ってもらいたいなとかね。不思議なことに、なんかそういうことをね語る人がいなくなってきちゃったんですね。で僕らの世代でもね、あの子供の頃を覚えてるっていうのはあんまりいないんですよ。僕はその繰り返し学習させられたこともあって非常に知ってるもんですからね、同窓会なんか行くとね、山中は俺ガキの頃どんなガキだったって聞くやつがいる。お前は立ちが悪くて俺をいじめてばかりいたぞっていう、嘘つけえなって言うけどさ、本当にその何人かそういうやついるんだよね。まだ本当のこと言っていじめてやりたいんだけど、なもうね、70年以上も経っていじめたって始まらないんで我慢してますけどもね、やっぱりね、あのいじめがいかにね、いじめの要するに国家的な範囲に広がっていくのは戦争だってことを考えていくとね、やっぱりいじめっていうのは撲滅しなくちゃいけないし、必ずいじめやったらね、あのしっぺ返しが来るんだっていうことをね、子供にも知ってもらいたいし、それは今申し上げたようにね、戦争っていうのはその一旦始まっちゃったらもうね、どうにもならないんですよ。戦時国際法っていうのをハーグで決められた、あの捕虜は虐待しちゃいけないとかですね、あの無差別にあの殺戮をするような兵器を使っちゃいけないっていうことは書いてありますけどね、アメリカはですね、ハーグの協定の中に原爆っていうのはなかったからって原爆を落としたんだよね。不思議だよね。今になってなんかね、中国やね、北朝鮮の悪口言うけどもね、どうしてアメリカの悪口言わないの？ですから僕の娘、下の娘はね、小学校の時にあの要するにあの頃平和教育ってのやけに流行ったんですよね。そしてみんなあの原爆で先生方が授業の最後に締めくくりで原爆が憎いって話になるわけね。だからね、娘がね、それ変じゃねえかって言ったわけ。例えばね、強盗が入ってきてお父さんをね担当で刺した、担当が憎いって言うか、担当で刺した強盗が憎いわけでしょ。原爆を落としてアメリカをどうして憎まないのって言ったら、さすが山中久志の娘だ、根性が曲がってるって言われてだけどね、笑い事じゃないですよ。平和教育っていうのはそういうふうないい加減なもんだったんですよ。今こそね、そんなバカげた平和教育はね、取っ払っちゃって、本当の意味でのね、戦争の恐怖と、それから原爆がどれほどね罪なものだったかっていうのをね、あれだってね、要するにあのあれなんですよね、そのソビエトとの冷戦が始まるそのきっかけみたいな時ですからね、要するに政治的にね利用されてね、長崎の人や広島の人があれだけひでえ目にあったわけですよ。だけどね、長崎でもってちょっとびっくりしたのはね、あれは裏紙に落ちたんで長崎に落ちたんじゃないっていうふうな人がいるんだよね、地元に。っていうのはね、裏紙のところはある意味の被差別部落みたいなあれがあったわけですよね。でそれもね、ちょっと二重三重に悲しくなりませんか？どうして日本人ってのはこんなに狂愛なんだろう、寛容の度がないんだろう。だからなんかね、尖閣でもって自衛隊の一人がね、間違って船から落っこって死んでごらん、すぐ戦争になりますよ、従ってジタバタしてるんだもの。こんな危ない状況にあるっていうことにね、なんかみんな危機感がないんだよね。さすがに若い人たちは、あのシールズやなんかで集まった人たちはね、もう危ないから何とかしようっていうふうにデモをしています。もうできたら僕もデモに行きたいんですけどね、あちこち僕もこう見えても言われるわけじゃないけど、一級障害者なんです。ペースメーカー入ってますしね、ステンツもあちこちに3本くらい入ってるんですよね。でついこの間は腹部動脈瘤をちょちょ見ましたし、
それから左足の動脈狭窄が 90% が見つかって歩けなかったんですけど、そこもやっと通してもらってね、でこうようやくテクテク歩けるようになったもんですからね、まあどうせ長いことないだろうと思うから、なおさらね持ってる時間を戦争の問題や何かにやっぱりつぎ込まなきゃと思う一方で、なんかね子どもたちにもっと楽しいバカバカしい話をしたいなっていう思いがいっぱいあるんです。ですから今日こうやってね、思いもかけずこんなに大勢の方がね僕の話を聞きにいらして申し訳ない、中身が何にもないでバカな話ばっかりしてるのにね、なんか面白がって笑ってくださると、ああ救われたなと思うんだけども、あやくの果てに評論家の野上彰さんは私の講演を全部収録しようと思ってここに集音機を置いて、僕が死んだ後あいつあんなバカなこと言ったってこと、みんなバラすつもりなんでしょう。